マチュピチュやナスカの地上絵などが有名な中南米の国、ペルー。5月9日、野田総理はそのペルーのウマラ大統領と会談。大統領が昨年7月の就任以来、初のアジア訪問先として選んだのが日本でした。昨年11月、ホノルルで訪問させていただきましたけども、そんな早い時間でまた日本で。ペルーは銅や亜鉛など世界有数の鉱山資源が豊富な国。我が国にとって資源外交上最も重要な貿易国の一つです。本年3月1日にペルーが TPO が発表されました。これを契機に営業に経済関係がより強化されていくと。今回の首脳会談で総理は EPA 発行によって日本企業から鉱山分野を中心に投資の増加が見込まれるため、引き続き治安や税制を含めた投資環境の安定に配慮いただきたい旨を述べました。ウマラ大統領からも EPA をてこにした貿易の拡大、文化教育面での関係を強化したい旨発言。さらに大統領は日本からの ODA 政府開発援助への感謝を述べました。総理からは新規の円借款について表明、上下水道整備など4県のインフラ整備に対して支援する方針を伝えました。日系留学校で学ばれて、大変日本に親しみを持っていただいている大統領とはしっかり協力して、国家の関係をより一層発展進化していく。